はい、どうも、そらです。ということで、今回は力の大会ラスト2マスやっていきたいと思います。ついにラストでございます。ってことで、ここまではね、一応暫定は1位かなーというところで進めてきてるんですけど、ちょっとね、ちょくちょくやっぱりポイントの低いマスがあったりとかもしたので、この2マス、特に最終マス、連勝ボーナスが 200% つくというね、めちゃめちゃでかいマスで、かなり高スコアを残すことができれば、狙いの、それこそ歴代だったり、一桁の上の方だったり、っていうのがちょっとね、見えてくるかなというところなので、思いっきりね、経営でやっていきたいと思います。ってことで、まず進むのはもちろんグーの多いここですね。めちゃめちゃ難易度の低いマスでございます。注意するとこはどこだろうな。あんまないですね正直注意するとこがないぐらい弱いマスなんですけど、まあスーパー17号がね、射撃を打ってしまうと吸収してくるので、そこだけ注意かな。あとはまあ思ったよりまあクリリン足が速かったり、落ちたらゴークーみたいな感じで他のキャラクターが強化されたりとかするので、まあその点に気をつけるぐらいですかね。まあ基本的に SP 組をまあ優先みたいなところでもいいのかななんて気がします。あと色相性不利のやつをね、先に落とすとかで良いと思います。ってことで配置を考えるんですが、もう考えてきてます。一応今回こんな感じでやっていきます。すごく気になるところがあると思います。青ご飯置いてきます。今季初ですね。僕基本的に青ご飯って固定センスでやってるんですけど、まあその方が点数高くなるんでね、やるんですけど、今回HP75% のこの青ご飯を連れていってしまうと、多分敵の難易度が低すぎて HP 終わった後になんだかんだ多分 80% 近くになっちゃうと思うんですよね。これまでの同じようなマスの経験上ね、なっちゃうと思うので、そうなるとラストのマス1ターン目以外にも相当青ご飯がもらわないと 15% 回復が発動しなくなっちゃうんですよね。なのでいっそこのマスはもう置いてってしまおうということで、今回なんと置いてきます。あともう一つ理由があるとすれば、今必殺ゲージが 77% だと思うんですけど、これですね、 77% だと思うんですけど、これって1ターン目の攻撃フルで受けたら、あと2ターン目に必殺打てるぐらいのゲージ量なんですよね。なので最終マスは2ターン目必殺を打てるっていうのもまあ踏まえて置いていこうかなって思います。でじゃあ連れてくのはっていうところで、まあ普通に今こう出てるキャラクターたちですね。アビノリが非常に悪いので、なんかとっても弱そうなんですけど、まあ難易度低いマスなんで何度かなるでしょう。でそうだな、あと赤18号が2ターン目必殺打つのと、バダーも次のマスで3ターン目か4ターン目必殺打てるかな、そんな感じで今回ために行きます。まあ赤18号で基本的に柔らかいキャラクターたちを回復させてあげて、必殺強化のマスにはと悟空を置いて、自己回復持ちはないバダだけはと火ダメカットのマスにしっかりと置いてあげて、ちょっと固くして、あとは自己回復持ちを2体っていうところですね。火ダメカットマスを使いたいから5点をまあこういったところに置いたりとかしないで、まあこうやって置いてるっていう、そういうぐらいですね。はい、ということで、攻撃順は青海洋剣ナンバーワンベジータ、黄色5点バダ、赤18号悟空4で、2ターン目から悟空4の方が赤18より速くなると、そんな感じです。はい、で攻撃の順番も考えてきてあります。最初はチビ龍拳でやっちゃいます。青キーキー青で殴るので、そこまでで落としましょう。でその後に赤紫と殴るので、そこスーパージューナーディーかな、色相性的にね狙っちゃいましょう。で紫の位置に入ってるんである程度重たいと思うんですけど、2ターン目また青キーキーぐらいまでかかるかな。その黄色2枚目が変身5点なので、そこの必殺で落とせるでしょうと思ってます。でバダが殴って、赤18号の必殺がいて、悟空4がいて、あ、悟空4と順番逆ですね。そんな感じでいくので、まあ、ロージーを落としちゃいましょう。色相性的にね、先に狙っちゃいます。で、3ターン目の青海洋剣の必殺が一発目に出るので、それで格運差を落としてしまい、単純に SP で強いのでね、落としてしまい、で、続くキャラでご飯を狙って、ラストのターンでクリリンでいいかな。うん、色相性的にはそんなまずくないので、まあ、こんなもんでいいでしょうってことでやっていきます。GO!戦闘ポイントの目安としては、できればな、40万マックスのうちの39万6千から上は取りたいなーって思うんですけど、青ご飯を連れてきてないのでね、敵の攻撃の対象次第ではちょっと低くなっちゃう可能性もあるんだよな。それが怖いですね。はい、で黄色に手挟むからめちゃくちゃ弱いですね。あれ、バダより赤18の方が早かった。あ、そっか、ターン開始時のスーパーサイヤ人バフが、これ2ターン目からだ、乗るの。そうだそうだ、そういうことか。ちょっと勘違いしちゃいましたね。はい、てことで、ちょっと勘違いから赤18の方が速くなっちゃってるんですけど、まあまあまあ、とりあえず別にそんな作戦には大きく響いてないので、まだよしでしょう。で、これで赤18必殺。で、3体落とした。痛い。
うん、ちょっともらってるな、結構。痛いな。赤18の回復も入ってるし、ここでおまわんも発動するので、まあまあまあ、だいぶダメージは少なくなってるとはいえ、ちょっと痛いな、やっぱ。青ご飯がいない分、きついな。スコアがだいぶ心配でございやす。そんな感じで、まあ、とりあえず殴っていって、まだ落としきれないですね。一発もらう。あだもらっちゃったか。はい、ということで、殴ってフィニッシュと、ありがとうございました。はい、ということで、スコアはドンと出ました。いやー、やっぱ青ご飯連れてかないとなー。結構、ダメージもらいまくってましたね。さあ、どうでしょう。39万、あー、いいじゃん。39万6000いったんだ。あ、嘘？そんないった？やっぱり赤18とナンバーワンベジータっていう回復役2体連れてったのがでかかったのかな。あー、そっかそっか。それなら全然よしですね。うん、なんもいいや。うん、急に終わりましたみたいな感じでございましたね。じゃあ、行きましょうか。ラスト。ラストはもちろんグー5のマス。ここですね。黄色4枚、青2枚の、まあ、損一族系というか、まあ、サイヤ系パーティーですね。で、気になる点としては、カリケルがいるところですね。カリケル意外とね、火ダメカットとかの量も多かったり、2ターン目からどんどんバフ乗ってって、なんだっけ、4ダメアップか、の量も多くなったりするので、割かし火力キャラとして注意必要ですね。あとは優先的にこの中だと落ちそうと思いきや、意外と強いのがこのキャラですね。ムキータね、思った以上に火力出るんですよ。しかもこれ今回は星5なので相当出ると思います。なのでちょっとね注意必要かなと思います。まあとはいえカリケルとどっちって言われたら悩ましいな。まあ自身のアビ乗りにもよるかもしれないですね。カリケル多分打撃だと思うんですよね。多分ですが、射撃だったらごめんなさい。って考えた時に、まあ打撃か射撃かどっちのアビ乗りが自分のパーティー強いかっていうのも、まあ見て選ぶのも良いかもしれないですね。あとは、まあいつも通り、損一族系のマスの3種の神器もいるので要注意。ワンビじゃ思ったより足が速いので、そこだけね、計算食らわないように注意しましょう。まあただ、本体は弱いし、まあ一発目の攻撃については火ダメカット量が多いので、それだけ注意ですね。っていうくらいです。じゃあ、ラストの配置考えていきます。はい、ということで配置考えてきました。ラストのマスこんな感じでやっていきたいと思います。とりあえず、うん、めちゃくちゃ悩んだんですよね。何を悩んだかっていうと、ナンバーワンベジータか、ブルー海洋剣かどっちを連れてっかみたいなところでめちゃくちゃ悩みましたね。まあただちょっと欲張っていこうということで、今回欲張りプランでいきます。で、あと、まあ、配置の、まあ、とりあえず置き方について意識したところとしては、まあ、真ん中の方には赤18号と黄色点と、これも皆さんご存知だと思いますが、左斜め右上強化キャラクターなので、ちゃんと真ん中の方に置いてあげると。で、かかるマスには、ちゃんとかけたいキャラクターたちを置いてあげると。今回のマスであれば、そうだな、僕これまで、まあ、ナンバーワンベジータ使ってて事故るのが2回以上の攻撃を受けたとき、このときって、火ダメカットが取れちゃうんですよね。こっちじゃなくて、こっちかな。そうですね。次に受ける火ダメを 25% カットって能力なので、これ取れちゃうんですよ。ってなった時の一撃が痛すぎて、めちゃめちゃ戦闘ポイントマイナスするんですよ。なので、その事故を起こさないように、体力回復量アップのマス、かつ赤18号のマスに置いてます。自身の、お前がナンバーワンだでも回復するから、まあそんな感じでダメージを結構抑えれるでしょうと思ってます。で、ラストのマスなので、もちろん青ご飯も赤18の範囲に置いちゃいます。このキャラクターが唯一、攻撃もらうの確定してるキャラクターなので、赤18の範囲に置いてあげることによって、HP もマックスまで上げちゃおうみたいな感じですね。で、今 HP75% なので、この難易度のマスだったらおそらく HP55% 以下になると思うんですよね。これまでの損一族の感じだと 21-2% ぐらい、だいたいこういうマスだと受けてるような印象があるので、まあ今回ちょっと特殊なマスでね、黄色4青2みたいなね、変なマスなので、ちょっとどうなるかわからないんですけど、まあ多分もらうでしょうという計算で、まあ一応置いてますね。なので 20% 以上もらった後に 15% 回復と赤18の回復が、あと4ターン分入っていくので、それで回復させるという感じですね。で、あとは、まあ、青組については、割かしね、アビの乗り方もまあ良いし、まあ、前回アビキャラなんでね、大丈夫でしょうと思ってますが、一応、まあ、変身解けた後ね、柔らかくなると、青海洋剣については、回復量アップのマスに置いてあげて、あとはバダを上に置いてあげて、青ご飯を強化してあげる。あとそうですね。あと、最後に伝えておくのが、必殺ゲージのと管理をしてきたところですね。青ご飯はさっきのマスで言った通り、2ターン目必殺これ確定で打ちますね。で、バダも一応今回必殺ゲージ獲得量アップのマスに置いてあるので、今これ 78% ですよね。3ターン目打ちますね。2ターン目ではないと思うんですよね、さすがに。さすがに違うと思うんですけど、1ターン目青ご飯にしか攻撃もらわないので、攻撃受けた時の必殺ゲージ回復っていうのがない分、おそらく3ターン目で確定だと思うんですけど、それを、まあ、いい感じに使っていこうというふうには思ってますっていうぐらいかな。
はい、そんな感じですね。まあ一番、怖いのが本当一体のキャラに攻撃集中しまくること。特にナンバーワンベジータと赤18がまずいんですけど、赤18であれば黄色からもらう分にはいいんですよ。残した青キャラからもらっちゃうのが非常にまずいので、それだけはなんとかね、ちょっと運を味方につけたいなーっていうところですね。はい、じゃあ狙っていく順、もうこれも一応考えてきました。最初1ターン目は全部青ご飯に攻撃させられます。これは多分落としきれないと思います。今回赤18号とナンバーワンベジータというお荷物を連れてきてる上に、必殺も特に1ターン目で撃つわけじゃないので落とせないと思います。なので2ターン目青海洋圏青ご飯で、その青ご飯が必殺撃つのを5点に当てちゃいます。で5点多分落とせるでしょうと思います。でその後ナンバーワンベジータと変身5点の必殺か、それをここに当てちゃおう。で、いや落とせたらいいんですけどね、落とせなかったらその後のバダまでかかっちゃいますね。まあその時はもう仕方なしですね。はい、っていう感じで、まあかかると思っておきましょうか。または変身5点が落ちるのが青火予見あと青ご飯の必殺ナンバーワンベジータっていうね、3体かかる可能性もあったりするので、まあそこら辺ちょっと余裕見て5体かかると思いましょう、この2体でね。でその後は強い順でいこうか。カリケル、カリケル一応赤18号の一発と青海洋圏の必殺3ターン目の開始で落とします。でその後青キーキーで殴るのを青ご飯、多分落ちかけてるので2体ぐらいで落ちてるでしょう。でその後とムキータですね。ムキータ狙ってって、でバダがこのターンで必殺発動するのと赤18号のダメ押しのね、赤からの一撃があるので、まあ3ターン目攻撃受ける前には落とせるでしょうと思ってます。でラストのターンはまあじっくり殴ってって攻撃受ける前にナンバーワンベジータを落とすと、そんな戦略でやっていきたいと思います。本当に怖いのが赤18に対する攻撃が青ご飯だけかな、唯一青ご飯の2ターン目の攻撃だけか、それが飛んできちゃうかどうか、あとはナンバーワンビジネス攻撃が集中したりとか、まあ他もそうですね、バダとか青海予見とかに集中しちゃうかどうか、それが本当にとにかく怖いので、まあそこだけはね避けてほしいと願いながらやっていきましょうということで、ラストのマスゴー。あードッキドキだよ本当にもうドッキドキだよ。毎回ねこういう結構いい順位に取れてる時の最終末って本当ドキドキすぎて、最終日とかまでできないんですよねなんてことを言いながらね。で残念ながら相手の配置が赤18号のデバフかかるの青ご飯だけですね。見事に避けてきてるな。はい、ということで殴ってくけど、さすがにデバフ乗ってるとはいえ落とせませんね、特にクリティカルも出てないのが痛いな。はい、でここは逆にダメージいっぱいもらってほしい。あ今いいね、クリティカルでしたね。オッケー、 15% 回復発動しました。よし、これでとりあえず1個目の不安はなくなったかな。はい、じゃあここから計算通りいけるかどうか。いけ、落とせ。よし、オッケー。でここで落としてほしい。頼む、やってくれ。よし、でもこれだったら青ご飯狙ってよかったな正直ね。いや待って、青ご飯からの攻撃赤に来てるよ。もうほんと最悪、なんでそうなるかな。僕の言った不安を見事に現実にしていくいやー今シーズンダメですね、総じてなんか運が悪すぎた本当になんかまあいっかまあそういうモードですからね、まあある程度諦めていきましょう。ラストの攻撃は黄色に直撃、しかも結構痛かったですね。まあ、とりあえず攻撃受ける前に落とせるので、まあ、あとは消化ですね。オッケー、ありがとうございました。はい、ということでドーンと出ましたが、いやー戦闘ポイントあんま高くないな多分な。バトルスコアもまあまあまあ そこそこって感じのスコアに見えますね。多分そんな高くない気するな。はい、とりあえず制覇ということで、あスクショ取っとこうサムネ用にスクショを取っておく。さあじゃあ見ていきましょう。スコア打ち分けドン39万1720。いやーあまた高くないな。うん、欲を言うんだったら39万3、4000いきたかったな。39万5000、このマスでいくのは結構しんどいと思うんですよね。うん、おそらくまあ再生とかのパーティー使ってると逆にやりやすいかなぐらいの、損益系のパーティーだと逆にちょっと難しいんじゃないかなって思うので、まあ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 なところですが、いやほんと9大点ギリ超えたぐらいの戦闘ポイントですね。いやこれはあんま良くないな。はい、ということで、いやー運の神に見放されてしまった残念だまあいっか、とりあえずじゃあバトルスコアが一応4690万9785と、なんとか4690万超えましたね。多分なんですけどこの感じだと、僕がミスったマスが今回3マスぐらいと最終マスか
うん、計4マスぐらいが、まあ、ミスったというよりね、あの、不運とかミスとかね、まあ、両方合わせたようなマスなので、そのマスを合わせると3万ポイントぐらいプラスできそうな雰囲気あるんですよね。まあ、3万とあとちょびっとと。考えると多分1位の方って4694万ぐらいいそうなんて気がします。はい、ということで、ドカンと出していって、とりあえず、ま、現状1位は確保できてますね。うん、まあ、ただ、まだまだ出てきてないですね。そうですね。まだスタートしてくる方々が全然いるので、ちょっとそれが怖いのと、まあ、今のところランキングに出てきてた方々にはおそらく負けないかなと思うんですけど、まあ、最終ね、いつもね、この1ページ目にね、いるようなね、猛者たち上がってきて、おそらく僕の予想、5位ぐらいになると予想しながら、まあ、来シーズンのね、攻略動画でその結果見せたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回これで終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。